れてるんで。ねえ、動けない。ごめん、ちゃんと避けるつもり俺が食らうつもりだったんだよ。今完全にトラゾがロックしてたから俺だってごめんね、ごめん。はい、ヒルドラ川柳近いし近い。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペイントでございます。トラゾでございます。トラゾでございます。今回はですね、この昼ドラ川柳を皆さんと一緒にやりたいと思います。はい、まあ内容と言いましてはですね、うん、これ五七五になっております。はい、まあ川柳ってことで、でまあ背筋も凍る泥棒猫とか、まあこういろんな言葉があります、うん、でこれでみんな川柳を作ってですね、はい、あの誰が一番か、うん、誰が昼ドラっぽい、まあ、川柳作れるのかっていう、うん、親の人が一人いて、はい、それ以外の人が3つ並べてね、ええ、親がじゃあ誰が一番いいかっていうね、はい、ということで、じゃあ早速やっていきます。ショー、今回、はい、一応手札はですね、この、まあ、5のカードと7のカードがあるんですけど、ほら、待って、こうやってまっすぐ進めばオウムの口のところ、うぅーラン、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 やめてー渡しなさいわかんないよこれが5の、はいはい、5の奥のカード、これが各々7枚、はい、で、この7のやつは3枚、はいはいはい、はい、1ターンに1度だけだから、親じゃない人は好きな数、まあ、裏側で置いて、さっきのあの声優になる、そうです、それと全く同じです。はい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 、はい、じゃあ親を決めます。はい、親決めじゃんけん、あー、親決めじゃんけん、じゃんけんぽい、はい、これじゃーい、わー、グルちゃん、ウォッチ、アイコールショイ、アイコールショイ、アイコールショイ。じゃあ親でね、まず親。面白いのあります？ね、まあまあまあ面白い、面白いといえば面白いですけどね。もう全然追っかけてませんよ。お、お、はい、できました。いいですね。あれれれ、みんなヒルドラ力足りてないね。練習の時だとクロナーさんめちゃくちゃうまかった。練習の時はね、ほんとクロナーさんがマジで神ってた。ヒルドラの申し子。申し子です。やだな、それ。ドロドロですもん。こう置いてった順番でもう見ますか。最後の人はもう鳥です。はい。最後の人鳥になっちゃうんだね。ええ。だからもう嫌だったら早めに置くしかない。あ、クロナーさん鳥です。はい。ではこれでいきます。はい。じゃあメイクさせていただきます、ね、はい、僕の戦力、はい、はい、4、叫び声、はい、何をしてるの、何しているのじゃないの、何しているの、何してるの、何や、何してるの、何してるの、サスペンスです。でで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 で、はい、好きすぎて、お、不倫の果てに、お、お、一緒だよ、おー、ドロってんねー、ドロってんねー。じゃあクレナさん、お家柄、お、虫巣が走る裏の顔、あー、すげーこれいろんな視点があるんですよ、これは1試合目か、ちょっとこれはいい感じ。じゃあこれ、じゃあコーナーどれにしますか。どれかな、どれかな、いや、どれもいいな、いや、まあ、どれもいい、どれもいいっていうか、お腹もいいですよ、どれもいいな。むずいね。はい、はい、はい、ということで、じゃあどっち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 、クロマーさんの、はい、はい、ありがとうございます。さあ、よろしくお願いしますよ。この視点、2人の、はい、見えちゃうな、手札4枚、4枚変えます。お、ダイナミックな効果を変えますね。いや、もうちょっと一回新しい風入れないと。もうできたの、はい、もうできたんですか。待って待って、全然だよ俺。あ、はい、俺できました。お、で、これです。はい、
お、揃いましたか。はい、出揃いました。出揃いました。いやもうマジ自信ね。それでは早速見ていきたいと思います。はい、はい、お好きなところか、尻上くんから。お、はい、もう戻れない。ごめん、昼ドラだって。昼下がり、我慢できない旦那さん。夜まで待てないよ。夜まで旦那様っていう言葉がね、旦那様いいっすね。昼ドラですね。昼ドラだね。あんたバカ、あれ、あんたバカの方、こんなところで口密にそのテンションか。イチャイチャカップルじゃないのか。しかも接吻じゃなくて口移しなんだ。不倫な、不倫な、不倫中に喫茶店かどっかで口移しされてるけど、ね、あんたバカ、あんたバカ、お声も張れないのよ。なるほど。これはね、どうしよっかな。なんで、なんでだよ。これはホラーだったらお前の勝ちよ。採用のやつを残しますか。はい、はい、採用じゃないやつをバッて弾いて。あー、どうしよう。はい、決めました。はい、はい、あやりました。ありがとうございます。旦那短い分にストーリー性があるよ ね。旦那様だけで伝わってくるものが伝わってくる。旦那様強くね。旦那様強い。じゃあ次、あ、僕がオーナーですか。はい。それでは皆さん、千里の方を作っていただき、これね、要するにさ、はい、ペイント好みのやつを作ればいいんでしょ。そうです、そうです。そういうことですね。そうそうそう。はい。はい、もう簡単、なんか何言うの、重ね簡単みたいな。はい。俺好みそんな簡単、はい、うん、ペイントは簡単ですよ。はい。はい。何それ、え、俺簡単。うん、いけるいける。何ていうの好きだと思ってんの俺の。フィジさん、はい、うーん、時はせん。いや、好きだよ。それでは早速皆さんの千里の方を読んでいきたいと思います。はい、じゃあまず死神さんからいきますね。はい、おかみさん、口ほどにもない役立たず。いやいやいや、え、ディスってるだけだ。ただの伸ばし。俺の何が好きなの。俺これ好きだと思ってる。俺なんかおかみさんが好きだと思ってる。笑えるのいいでしょ。あ、笑える。いや、これはでも高得点ですよ、うん、はいはいはい、はい、じゃあこれは黒沢さんですかね。はい、じゃあいきます。え、腕枕を、そういうピーチさんの、そこまでやるか。え、粗大ゴミ。なんでさ、みんな伸ばしってんの。え、びっくりびっくり。なに、なに、どういうこと。いや、俺は知らないよ。伸ばしてる。じゃあ、まあまあまあ、じゃあ、トラゴさん、はい、青い朝、束縛されて、たまらない。一人だけテイストがちゃんとしてる。ちゃんとしてるんだけど。いや、やる気ある。マジでみんな。おるおるおる、やる気の塊よ。じゃあ、まあ僕の好きなものは、はい、そうですね、まあ、ぼ、なんか俺がこれ取ったらなんかめっちゃ M みたいになっちゃうんだけど、うん、まあこれかな、これ。あ、好きね、ペイントさん。いや、ほんと縛ってほしくないですね。1、2、3、僕も1、僕4、1です。なるほど。どうしよう、これ。あれ、あれ。あれ、え、あれ、赤だね、ってこと。え、なんだこれ。七七五五がなんか追加でやった。まあこれ最後に言いましょうか。ええ、まあこれが一番まともかな。まあ最後ぐらいまともにやろう。はい、できました。きた。はい、はい、これで出揃いました。揃いました。出揃いました。いや、確認していきます。はい、まずこれはペイントさん。はい、そうです。じゃあペイントさんに見ますね。はい、恋泥棒、証拠があるの。お、爪の跡。うわあ、いいっすね、証拠、爪の跡。いや、来ましたね。これはヒルドラですよ、かなり。急にちゃんとしてる。あれ
はい、行きます、はい、微笑んで心の中はお見通し。なんか黒田さん黒いちょっとなんか、すごい黒幕もうまい。僕作れないけどこんな手元のカード。黒田なんて黒くしたもん勝ちだよこれ。まあ確かに、はい、高ぶってフランスベッド。え、嘘まみれ。え、どういうことどういうこと。これはちょっと考察が必要ですね。これフランスベッドで高ぶってってなってますね、はいはい、つまりフランスベッドっていいベッドなんですよ、はい、だから夫婦のベッドで あのいろんな嘘がまみれてる。あ、なるほどね。これ何。あ、一回見てみますか。あ、じゃあお願いします。あらぬ姿で私の体は丸裸始まった。いや、なんでホラーにしたんだよ。どういうことで裸になってから始まるのに何かがホラーが。僕が選んだのはこちらです。いや、これは、強いですよ。いや、うまいわ。やっぱ昼ドラ。そう、黒いのうまいの。黒ノアさん、黒いのうまいの。もう昼ドラのノア